からの差し入れですよ。それじゃあ行こうか。船旅を経て鹿児島に到着。ってあれ？Thank you.
いいね。各地を治める総督が持ってるんだろう。奪うって言ったってそう簡単にはいかないぞ。太宰府にいるらしいよ。それは未来エネルギーの集積・生成施設があるからさ。つまり統治者にとって一番守らなきゃならない場所。だから福岡の警備は厳重だし、船で直接向かえなかったんだ。まあ全部おばばが調べてくれたことだけどね。
んうん。よーし。終わりってわけじゃないんだぞ。ふんふん。そう、おばばも言ってたように、浄化するには囚人の前で講演する必要がある。やった！その通り。福岡へ向かう道中で九州のあちこちを巡るだろうから、めぼしいやつがいたらどんどんスカウトしなきゃな。
へへん。始めるよ。
司令、一緒に行こう。
演奏始めるよ。
それじゃあ行こう、司令さん。送ってもらった手紙にいろいろと書かれていたけど、こうして実際に見てみるとものすごい装備ね。ふんふん、
ぶくぜ。どうしますか？
攻め込むぜ。攻め込む。もっと盛り上げようか。面白くなってきたね。行くよ。シノも風花もブラックみたいに特殊な装備を使って好機を倒してるってことでしょ。ってことはこちらが噂の司令さんね。お名前をお伺いしても？
丁寧にありがとうございます。あの、はじめまして。私、巫女浜あせびです。シノとフーカの幼なじみです。内緒にしてたの？相変わらずね。百年式典以来、九州の統治は総督のやりたい放題。
総督がダメと言えば全てが禁止となる状態です。ブラック以外の劇団も全部取り潰しになってしまって、私は女優になるために九州に出てきたのに。アセビちゃん、分かっちゃうのね。ええ、その通りよ。だからこそ今回の風花の誘いを受けることにしたのよ。できています。それにこれは運命のようにも思うんです。始まりは小さい頃に3人で見た歌劇の蒸気ビデオ。画面の向こうで輝くシノのお母さんに憧れて、私は女優になることを決心したんです。ならば帝国歌劇団として、そして帝国歌劇団として、私はあの人と同じ道を行く。そうすることできっと私は夢を叶えられるはず。だから司令、私の入団を認めていただけませんか。ありがとうございます、司令。
それじゃあ改めまして、巫女浜あせび。これから帝国歌劇団の一員としてよろしくお願いします。私やります。誰より輝いてみせます。見ていてくださいね。Thank you.